えー、それでは定例試合会見どうぞよろしくお願いいたします、えー、項目に入ります前にはじ、えー、めのうれ、えー、しいご報告をさせていただきます、えー、11月24日に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催されました第46回少年の市長全国大会において栗原南中学校3年生のケイバ・ジーバさんが 最優秀賞である内閣総理大臣賞を受賞されました私も栗原大会での発表を聞きましたが大,大変素晴らしい内容でした市ではこの栄誉を称え輝く日本一栗原大賞を贈呈したいと思います今後も医師になりたいという夢の実現に向けて大きく 成長されまた、11月23日に開催した栗原市表彰式に多くの方々にお集まりいただきありがとうございました。当日は栗原市誕生20周年記念、キャッチフレーズの発表も行い、市民皆様と20周年を祝い、未来への夢や希望を感じることができるキャッチフレーズをつながる。 広がるずっと栗原と決定しました今後令和7年の栗原市誕生20周年を広く周知するため活用し市民の皆様とともに機運を高めてまいりたいと思います12月となり今年もあと1か月を切りました年の世話何かと忙しくなりますが体調管理に気をつけながら健やかに 年末を迎えていただきたいと思います。それでは本日の広報について説明させていただきます。はじめに1ページ目の令和6年第4回栗原市定例会についてであります。会期はお手元に配布した資料のとおり、令和6年12月3日火曜日から17日火曜日までの15日間となっております。一般質問は10日火曜日から 議案質疑は13日金曜日に行う予定であります。16日月曜日は各常任委員会において、付託議案の審査、17日火曜日午後の本会議において、委員長報告の後、採決が行われます。現時点における議案件数は、報告1件、承認1件、予算議案8件、条例議案5件、その他議案6件の合計、 21件を提案する予定としております。えー、次に2ページ目のくりくまジオパーク学習交流会2024の開催についてであります。えー、市内では小中学校を中心にくりくまジオパークの資源を題材とした学習が進んでおり、学習を通じて得た学びや発見などを各学校が発表するくりくま ジオパーク学習交流会2024を令和6年12月19日木曜日の午前9時30分から正午まで栗原文化会館大ホールを会場に開催いたします。この交流会は地域の誇りや愛着を育むことを目的とし交流を通してジオパーク活動を広く一般に周知することで認知度や理解を深めるほか 地域に根ざした継続性のあるジオパーク学習の普及と展開を分かります、えー。現時点での発表校は、えー、栗駒小学校6年生、海沼小学校6年生、白姫小学校6年生、えー、栗原南中学校3年生の児童・生徒となっております、えー。なお、栗原南中学校は動画での出演となります。 また当日参加できない学校についても会場のホワイエで学習の取り組みが展示されるほか関係団体による、えー、紹介展示なども行われます詳細はお配りした資料をご確認いただきたいと思いますまた栗駒山麓ジオパーク推進協議会として11月18日月曜日から21日木曜日までの4日間台湾南東市にある台湾行政院 農,業部農村発展及び水土保持所南東文書を訪問しし交流を行いました訪問期間中、南東文書での交流会のほかに、被害を受けた被災現地を訪問したほか、南東市での防災や地域コミュニティの復興の様子を視察するとともに、霧駒山麓地ーパークの活動についても PR を行ってまいりました。 来年度は南東文書が来訪し、ジオパック交流等を行う予定としております。次に4ページ目の第1回、栗原親善大使派遣事業についてであります。8月の定例記者会見でもお知らせしておりましたが、令和6年度から派遣先を姉妹都市提携を締結している台湾南東市とし、栗原 親善大使派遣事業を実施いたしますこの事業は海外の生活や文化、風土等の直接体験と現地の中学生との交流を通して異文化理解の重要性を知る機会とし将来を担う国際的視野を持った人材を育成することを目的としております。団員は栗原市内に在住する中学2年生及び 義務教育学校8年生の一般団員20人、教育部職員等の特別団員6人となっております。11月23日月曜日に栗原市役所から庁舎にて出発式を行い、同日に仙台空港から出発します。台湾に到着してからは9.21地震教育園区の見学を通した。 防災学習の研修や、南東県立、英平国民中学校との学校交流、台湾の歴史や文化の学習を行い、12月27日金曜日に台湾を出発し、当日に日本に到着する日程となっています。次に5ページ目の観光関連イベント情報についてあります。 予定元に12月から新年1月にかけて実施を予定しているイベントの一覧をお配りしておりますので、えー、ご覧ください。は、え、じ、ー、めに12月7日、えー、土曜日に開催するクリデン創業祭のお知らせです。えー、4両編成によるクリデンの特別運行や、えー、写真撮影会が行われるほか、えー、ミュージアム内では 東北業能力開発大学校の皆さんが制作したミニサイズのクリデン車両への乗車会や普段は展示のみ行っている工作機械の特別デモ運転など盛りだくさんの内容となっております。また毎月実施されている月立て朝市が今年最後の年月を迎え最終日となる12月30日月曜日には クレイチとして年末年始にちなんだ品物が販売されます、えー。年が明けて新年1月2日木曜日には、道のく金田郷土芸能新春発売大会が開催されるほか、15日水曜日には、栗原の冬の風物詩となりました、小僧不動の滝寒中みそぎが開催されます。えー、このほか、小正月の頃には、 恒例のドント祭が市内各地で開催される予定となっておりますので、多くの皆様のご来場をお待ちしております。その他のイベントにつきましては、お手元の資料をご覧いただきたいと思います。私からの説明は以上であります。